張らなくちゃ。私も信じて任せてくれたみんなのためにも、お客さんに響く曲を作って、次のライブは絶対に成功させるんだ。よーし、やるぞー。よし、 A メロのラフはここまでにして、一旦この先を詰めてから戻ってこよう。ずっと同じ体勢だったから肩がバキバキだって、もう2時間も経ってる？集中してるとあっという間だな。ん？誰？お母さん！どうしたの？その手に持ってるのって。え？わざわざ届けに来てくれたの？私は8割くらいはできてるけど、まだ私の中にあるイメージが再現できてない気がする。もっと音を考えなきゃ。あの時の気持ちにぴったりくる音を。ここはこういうフレーズ。もっと暗く半音下げて。ちょっと近づいたけど、まだ違うな。もっといいコードがありそう。ここだけ蝶々にしたらどうかな。これはこれで浮いちゃうんだよね。あれ？もうこんな時間、30分だけ寝る予定だったのに、3時間も寝ちゃった。大丈夫。落ち着かなくちゃ。焦ったっていいことないよね。まだ時間はあるから、丁寧に音を探って。大丈夫、進めよう。やっぱり違う。昨日も引っかかったところだけど、こうじゃないよね。ここはもっと、寂しさ。それのもっと先にある、絶望感。この、みんないなくなっちゃえばいいのにって、そんな気持ち。あと一歩なんだけどな。もうちょっとで、すごく良くなる気がするのに。なんか今、ちょっと、クラッとしたかも。もう、今日は休んだ方がいいのかな。無理するなって、しほちゃんたちも言ってたし。でも、
今仕上げないと。今じゃないと音にできない気がする。あれ、こんな時間にメッセ。あ、しほちゃんといっちゃんだ。同じタイミングで送ってくるなんてすごい偶然。運命感じちゃうな。しほちゃんのメッセージは。さき、まだ作業してる？そろそろ悩んでる頃かと思って連絡してみた。必要だったらいつでも相談してね。しほちゃんは何でもお見通しだな。今ちょうど思いついたことがあるからやってみるとこ。これでも無理そうだったら相談させてもらうね。ありがとう。こんな時間まで起きてるなんて、きっと心配させちゃってるよね。きっといっちゃんも。あれ、写真なんだろう。曲作りの進捗どう？気分転換に窓を開けてみるといいかもよ。綺麗な星が見えるから。さっきのところはどうかな？写真と同じ星見える？あ、いっちゃん、こっちにもちっちゃいソフトクリームがあったよ。ほんと？すごい偶然だね。いっちゃんも今一緒に空を見てるのかな。なんだか同じ場所にいるみたい。あの頃と同じだ。体調が悪くなっても、みんなからのメッセージをもらったら、その辛さがスーってなくなってって。昔からこんな風に言うことを聞いてくれない体のことがすっごく嫌いだった。だけど、みんなが一人じゃないよって励ましてくれた。きっと楽しいことが待ってるよって教えてくれた。だから私は全部嫌になっても憧れ続けたんだ。キラキラした毎日に、これが私の気持ち。当たり前になれなくてずっと寂しかった人の気持ち、それを精一杯届けよう。一人じゃないよ、きっと楽しいことが待ってるよって。そうやって寂しさに寄り添うんだ。うん、大丈夫。もっともっとこの曲はよくできる。私はまだできる。さっきすごく集中してるな。でもこのメロディーなんかいいね。あ、答えが見つかったみたいだな。完成が楽しみだ。聞いてます。